今回のフェスのお題は睡眠一杯だ。ドッキの世界を望む本当ミュースティックじゃん。さあワールドワイドに上がっていきましょう。対決するのは誰が起こるかわからない。だからこそ面白いだろ。トントンと、その安心感に美しさすで感じる規則正しく天井よく秩序になります。最後のフェスに神様も生かしたお題持って来るじゃねえか。そうですね。でもトントンとした世界を望むなんてありえないですよね。ああ、カオスな世界の方がすぐに何が起こるかでワクワクして面白いだろ。何言ってるんですか先輩。バランスの取れた世界の方が安心して次に進めますよ。待ってよイラ、ウッディはテンタークルズなんだぜ。そこんとこ分かってていてんのか。昔のトンショックで味気ね、音楽シーンのカラフルに塗り替えてやろうぜって言ったの忘れてんのかよ。待つのは姫先輩の方ですよ。私たちが組むときに先輩言ってくれたじゃないですか。私とイーダの色は単体だとこすぎるけど、ガッツを合わせれば無敵の最高からだなって。嬉しかった。私にとってエンダークルーズは全てなんです。世界の全てなんですから。そんな大げさな話じゃねえだろうかよ。それにさ、生かした仲間にも出会っただろ。DJ 仲間だってデキテハッティやジージーにも会えた。そいつらはイダの世界にはいねってのか。それはでも本当の世界ってそういう出会いするバラバラにしちゃうかも。そんなの嫌です。都合持って方に考えんじゃねえよ。何でもかんでも変えちゃダメってわけじゃないです。良いバランスが取れたものは大事にしたい。そうやって一つ一つ安心できる場所を作って守っていきたいって思うじゃないですか。話も全部めちゃくちゃになればいいってわけじゃねえよ。でもさ、安心ばっかじゃ退屈なんだよな。よそがいなことが起きるってワクワクしねえか。私は退屈しねえ世界がこの見てだけだよ。そんな、テンタクルスはどうなるんですか。そうなっちゃうかもってことですか。絶対いや。そうなっちゃって、ああもう話すのはやめやめ。そうなったらフェスで決めようぜ。フェスで勝った方の望む世界を負けて方が受ける。それでどうよ。え、ちょっと待ってください。先輩が勝ったらどんな世界を望むんですか。走らねえよ。フェス中に考えかな。ただ私はずっとこのままなんて世界はいらねえ。それ本気で言ってるんですか。当たり前だろ。今回は70に実感ぶ続けるフェスやんだから、イラもじっくり考えとけやな。わかりました。そこまで言うのなら私の望む世界じっくり考えておきます。みんなも今回のフェスに合わせて特別なギアがもらえるらしいから、しっかり準備しといてくれよ。最後ですからね。特別なステージもしっかりと思いを止めて準備しておきます。てなわけでみんな、どちらかに投票よろしく。投票したら ST から出ているかカスタマイズでチェックしてくださいね。トントン、あと少しだったのに。トントン派のみんなありがとう。天気が読めないカオスなバトル生かしてたぜ。秩序派の皆さんもとっても頑張ってましたよ。さて、はい、私が望む世界ってやつだけどな。覚悟はできてます。私たちテンタクル、やっぱり嫌です。覚悟なんてできません。姫先輩、それ以上言わないで。いいだ、私がフェス中にずっと考えて出した答えなんだ。ちゃんと聞いてくれよ。そんなに、お分かりました。言ってください。私たちテンタークルズは今回のファイナルフェスをもって、いや、ダメ、テンタークルズは本格的に世界進出することに決めたぞ。
ダークルーズを解散するんじゃないですか。ダメよそれ。なんで解散しなくてなんでんだよ。だって先輩、ずっとこのままの世界なんていらないって。だからだよ、うちはテンダークルーズの無敵の最高カラーで世界を塗り替えるんだ。やっぱ私にはリーダーが必要なんだ。リーダーと音楽できる世界なんてつまんねえよ。姫先輩、私姫さん、ちょ急に泣くなよ。リーダー、おい、ダメだ。私の方に向けたのはな。ありがとうございます。私嬉しいです。よかった。そろそろ落ち着け。大丈夫か、イラ。エンタークルーズはまだまだこっからだぜ。まだ見たことのない世界を、世界中をうちらの音楽でめちゃくちゃカラフルな世界にしてこうぜ。はい、広がって深海の底までも私たちの音楽を届けていきましょうね。あ、フェスに参加した人は広場でスーパーサザエムライトよ。これからもテンダークルーズをよろしくお願いします。